川山愛介、川山愛介、川山愛介昭和28年10月21日は、日本の実業家、政治家、伯爵、伯爵、川山助典の,の長男。1865年、薩摩藩士、川山助典の,の長男として、鹿児島に生まれた。1878年、米国に留学。1885年、コネチカット州、ウェズリアン大学に入学。 その後、1887年にアマースト大学に編入。アマースト大学卒業後は、ドイツ本大学に学ぶ。実業界に入り、函館土津区や日本成功所、15銀行などの役員を務める。1922年、父、スケノリの死後、社位を就職した。1925年7月に、貴族院議員に選任され、 1946年6月13日まで、勤めた。1930年のロンドン海軍軍縮会議には、随員として参加。太平洋戦争中は、この絵踏み丸や原田熊を、吉田茂る、名優の松平常夫などと連携して、いわゆる、ヨハンセングループの終戦工作に従事した。1946年、数密顧問官に就任。翌年日本国憲法の施行により、 数密院廃止、公職追放となる。20年以上の台米経験から、米国内に多くの地域を持ち、日米協会会長や国際文化振興会顧問、国際文化会館理事長、ロックフェラー財団などの国際的文化事業にも携わった。ありがとうございます。